はい、おはようございます。ポポンプグニャラジオですということで、まあやっぱりね、国会も終盤になってきて、やっぱ加計学園の問題、まあそれと共謀罪の問題っていうのがね、まあこれ、入り組んでると、やっぱ加計学園を追及することによって、まあ共謀罪を廃案に追い込もうという野党、まああるいはですね、与党はですね、まあ早い目に国会を切り上げてみたいなね、加計学園、まあご利用し、まあ共謀罪もご利用しで、切り抜けようとしてるわけなんですけども、まあ野党は、まあ内閣不信任決議を出して対抗しようとしたり、まあ与党は、まあ共謀罪成立のために、まあ少し延長しようかと国会。まあそれとも延長せずにもう18日で、終わるかと。まあそういうところになってきてね、やっぱまあ緊張感は出てきてるかなと思うんですけども、まあ加計学園の問題ね、今朝の、毎日新聞にもですね、やっぱ京都産業大学を外そうと、いうことが、政権内と、今治市が事前に協議していた疑い、内閣府ですかね、内閣府と、今治市が、愛媛県の今治市が協議してたと、まあ、こういう問題も出てきて、やっぱその、便宜を図ったんじゃないのかなと、加計学園にね、まあ、そういう疑惑も出てきてる、まあ、しかも安倍政権、安倍首相はですね、印象操作だと言って、全然説明責任を果たそうとしない、まあ、だから世論調査でも、安倍首相の、説明責任は納得してないというのが、もう圧倒的であると。いう中で、まあ、公明党の漆原幹事長もですね、これはやっぱ説明責任を果たすべきだと、昨日突になって突然言い出したりですね、まあ、自民党内でもやっぱり説明責任はいるんじゃないのかと、いうのが出てきて、やっぱこれはどう見るか。っていうのは、やっぱりその安倍政権が、持たなくなってきていると。まあ、高い支持率と言ってもですね、まあ、この加計学園の問題で、TBS の世論調査一気に10ポイントぐらい、9ポイント落としたんですかね。うん、それも依然として高いと、いうのはあるんですけども、でも、それで乗り切れるかというと、乗り切れないという判断が、あるのではないかということで、この安倍政権内でもですね、この再調査を、やっぱり家計文書ね、文科省が確認できなかったと。それでご了承しようとして、切り抜けようとしてるんですけども、やっぱ再調査すべきなんじゃないのかと。再調査ってあるんですからね。あるっていうもんを確認できなかったって言ってるだけですから、それ嘘ついてることと一緒だろうと、いや僕なんか思うんですけども、まあそういうのが持たなくなってきていると。いうことで、まあ、これ再調査論が浮上っていうふうに共同通信は書いてるんですけども、まあ、それも、当然やるべきでしょうと。まあ、そうなったらなったで、さらに追及の手が、野党は強まっていく中でね、まあ、共謀罪と合わせてどうなっていくのかなというのは見ていかなあかんなと思うんですけども、まあ、やっぱりこれはね、一つは、やっぱま、公明党が急に説明責任とかって言い出したっていうのはですね、やっぱ都議選にも影響が、出てくるんじゃないのかなと、まあ、直近の選挙、東京都議選、まあ、特に公明党が力入れてるということでね。まあ、公明党はその、都議選ではですね、自民党と、連立解消してということなんですけども、まあ、国政では自公は連立の維持をしているわけですからね、公明党にも少なからず影響が出る可能性がある、っていうことで言い出したんじゃないのかなと。やっぱ説明責任果たせと。な、自民党だって、今回都議選で、まあ、議席が減るっていうことが、言われてるわけでね。で、最近までは自民党が優勢だったのが、この間の朝日新聞の調査でですね、小池新党と自民党が並んだと。27ぐらいですかね。うん、そこに公明党が加わる、とですね、自民党が、さらに議席を減らす可能性が高いと。一人区で競り負けたりとかね。そういうの絡みもあって、この再調査論、加計学園の再調査論が浮上してきたのではないのかなと、いうことも考えられるんじゃないのかなと。で、影響がなかったらね、ご利用しして、共謀罪も、強行採決して、はい、終わりってね、はい、都議選ってなると思うんですけども、いや、そうはいかなくなってきたっていうのが、この今の安倍、
政権の、事情なんじゃないのかなと。まあ、安倍政権内、安倍自民党内でも安倍首相への異論っていうのが、あるわけですからね。本当、その来年の総裁選とかに考え、とか考えても、本当に大丈夫なのかと。まあ、麻生さんが派閥を大きくしてね、安倍さんに対抗しようとしてるんじゃないのかと、言われてたりですね。まあ、いろんな絡みがあって、安倍政権、安倍さんも全然、安泰じゃなくなってきてる。さらにご利用し、したらですね、本当に、総裁選で負けることもあるのではないかというのが今の状況じゃないのかなと、いや思うんですけどね。だからやるならやってみろよって僕なんか思いますけどね。これも再調査もせずにご利用しして、共謀罪もご利用ししてってね、うん。そうするとやっぱり世論の反発っていうのはさらに大きくなるんじゃないのかなと、思ったりするんですけどね。まあ、そういうこともできなくなってきたっていうのが今の安倍政権の実態なんじゃないのかなと。都議選にも影響出るでしょうと。小池さんもね、この問題について忖度がとか言ってますから、橋本さんですら言ってますからね。もう維新のなんか名前消したね、ツイッターで、まあ、入閣の噂とかっていうのも出てるんですけども、どうなんだろうっていうね。まあ、それもいろいろ気になるんですけども、まあまあ、ちょっとこの辺が今朝気になりましたということで。